大島は青森県むつ市脇の沢の牛の首岬沖約800メートルの道の区湾上にある無人島。下北半島国定公園に含まれ、1975年12月10日には海域公園に指定されている。その名の通り台に似ているから名付けられたと言われ、東部は弁天島、尾の部分は縦岩と呼ばれている。しかし実際の見た目にはクジラの方が似ており、 特に、弁天島に設置されている、道の区弁天島灯台が、クジラの潮のように見える。風化により1979年に、縦岩の中央部分が崩落したため現在は、尾が欠けているように見えるが、青森県により風化防止工事が行われ、その後は現在の形が保たれている。対岸のあたご山公園や県道などから望むことができ、見る位置によって、 頭部と尾の位置関係が変わるため、様々な体の姿を見ることができる。ふるさと創生事業により就航された観光遊覧船、夢の平成号のコースに入っており、近くから遊覧することができる。対島周辺は、津島海流の影響により、段階性生物と寒流性生物が混成していることが大きな特徴であり、海中景観が優れていることから、 大島周辺3.6ヘクタールが海中公園に指定された。道の区湾を産卵場とする、マダラの工業場でもある。聖意大将軍坂の上の田村マロが、エゾ生伐のために、脇の沢に居留した際に、坂の上の田村マロと恋に落ちた村の娘の、秘連伝,伝説が残っており、大島周辺の海藻はその娘の毛発であるという、言い伝えがあるため、採捕は行われていない。 ありがとうございます。